おや？お前さん寝ぼけた顔してどうしたい？まるであの世でも見てきたみたいな顔じゃないか。今日は秋学期の締めくくりの日じゃ。最後に大ポカやらかさんように気を引き締めていくんじゃぞ。そうだ、明日から学園はウィンターホリデーだ。君らはどうやって過ごすのか決めたのかい？ウィンターホリデーって何なんだぞ？冬の長期休暇のことさ。ほとんどの生徒は実家に戻って年越しを家族と祝うんだ。ごちそうを囲んでね。ほな、ごちそう。そうとも、ローストターキーにケーキにジンジャーブレッドハウス。ま、わしらは食べられんがの。ゴーストの中にもあの世へ戻って家族と過ごすやつもいるぜ。そのままこっちに戻ってこないやつもいるけどな。ごちそうを食べながら家族と過ごす。俺様の家族？よく覚えてねえんだぞ。気がついたら一人で腹減らしてた気がする。すげえ寒くて、ずっと誰かが迎えに来るのを待ってたような。それで、その後どうしたんだっけ？よく思い出せねえな。俺様は過去は振り返らねえ主義なんだぞ。過去より未来。何せもうすぐリッチな大魔法師になるんだからな。クリボーも苦労してたんだな。今年のホリデーはわしらと暖炉を囲んで過ごそうじゃないか。ごちそうが食える。ホリデーが楽しみなんだぞ。いいか子犬ども、明日からのホリデーバケーション、久々にハウスに戻れてはしゃぐ気持ちはわかる。だがはしゃぐあまりに宿題を忘れて遊びほうけるやつが毎年いる。そういう子犬にはきついお仕置きが待ってるからな。気を抜きすぎないように。一時帰宅には闇の鏡の使用が許可されている。荷物をまとめたら各自鏡の前へ行くように。はい。あ、そうそうそう。すみません。やっと窮屈な寮生活から解放される。さすがナイトレイブンカレッジ。宿題の量が多いな。そういや監督生って。まだ元の世界に戻る方法を見つかってないんだろ？ということは、二人ともホリデーは寮で過ごすのか？うん、ゴーストたちとごちそうを食べまくる約束してるんだぞ。なるほどね。確かに学園にはゴーストがたくさんいるし、二人ぼっちってわけでもないか。でも学園が休みになるということは、食堂や購買部も休みになるんじゃないか？
ふな、そういやそうなんだぞ。俺様のごちそうはどうやって調達すりゃいいんだ。早急に学園長に確認してみる必要がありそうだな。闇の鏡の使用は学園長の許可がいるはずだし、今なら鏡の間にいるんじゃね。行ってみようぜ。もう帰省する生徒でいっぱいだな。なんかみんなそわそわしてんね。さて学園長は皆さん、闇の鏡に目的地を告げたら荷物をしっかりと持ってください。転送中に手を離してしまうと荷物だけ別の場所へ飛ばされてしまいますからね。絶対になくしたくないものは購買部から宅配便で発送してください。めっちゃ借りてる。この真冬にアロハシャツって南国に遊びに行く気満々じゃん。浮かれた気持ちを隠す気がゼロすぎるな。いやいや学園長、話があるんだぞ。おや、皆さんお揃いでどうしたんです。元の世界に戻る方法ね。あはは、嫌ですね。ちゃんと探していますとも。この冬季休暇はまだ行ったことがない南の地域へ調査範囲を広げようと思ってるんですよ。私とっても真面目なので。調査に向かうって格好じゃない気するけど。そうだそうだ、思う存分休暇を満喫する気なんだぞ。何をおっしゃいます。南の国ではこれが正装、郷に行っては郷に従え。冬の寒さを逃れ南国で穏やかな海を眺めつつハンモックでココナッツジュースを飲む、そんな優雅なバケーションを満喫しようなんてちっとも思ってもいませんとも。ええ。なんて具体的な言い訳だ。お前だけずりんだぞ。俺様たちも南国に連れてけ。それでは楽しい休暇が台無し。君らを連れて行くには危険な調査になりそうですから、ここは私が一人で向かいます。それに、君たちには学園に残り、重要な任務に当たってほしいのです。ナイトレイブンカレッジの存続に関わる、とても重要な任務です。この学園の食堂や暖炉の火は全て火の妖精の魔法によって賄われています。彼らは長年大食堂の暖炉に住み着いているのですが、
毎日よく乾燥した薪を与えなければ消えてしまうのです。火の妖精がいなくなれば、学園は冬のたびに凍えるような寒さに包まれることになります。ね、学園の存続に関わるでしょう。そういえばエアコンもないのに学園内はいつも暖かいと思ってた。やっぱ魔法だったんだ。今までは長期休暇中も厨房係のゴーストが火の番をしていてくれたのですが、今年は娘夫婦にお子さんが生まれたそうで、初孫の顔を見にあの世に帰省するんだとか。ですので彼の代わりに君たちに火の番を頼みたいのです。この任務を受け負ってくれるなら、休暇中の食料の補給はもちろん、ホリデーのご馳走についてもお約束します。ローストターキーにケーキにジンジャーブレッドハウス。そうだ、熱々のスペアリブやフライドポテトも山盛りをつけしましょう。いかがです？熱々のスペアリブとフライドポテト。お話くらいは聞いてやってもいいんだぞ。ほんとお手軽だねお前。そこは愛が生んだミラクルということで深く考えてはいけません。うんうん、何にせよホリデーを暖かく過ごしたいのなら火の番は必須。毎日暖炉に薪をくべるだけで寒さや食料の心配をしなくて済む。一石二鳥じゃありませんか。なんという好条件。確かに今までの無茶ぶりに比べれば超楽ちんな気がするんだぞ。そうでしょう。こう見えて私とても優しいので。ああそうそう、私が長期不在にするのでこれを君たちに渡しておこうと思ったんです。あ、スマホじゃん。何か緊急の用事があればこのスマホで私に連絡してください。こちらはあくまで緊急連絡手段です。マジカメ巡りなどに没頭して通信制限を受けたりしないように。うんうん、さて私は生徒たちをご実家へ転送する仕事がありますので、あとは任せましたよ二人とも。そうだ、出かける前に南の国の観光パンフレットもチェックしとかないと。はい、忙しい忙しい。にゃはーん、これでホリデーはごちそうがたんまり食えるんだぞ。なんか体よく丸め込まれた気がすんな。まあお前らがいいならいいけどさ。はいはい、そこの君たち、道のど真ん中に突っ立ってないで、どいたどいた。はいはい、そこの君たち、道のど真ん中に突っ立ってないで、どいたどいた。
ブッチ先輩。って、何ですかその大荷物。バックパックにボストンバッグ3つ、さらにでかいクーラーボックスまで。これっすか。キッス、大食堂と購買部の消費期限切れそうな食材全部もらってきたんすよ。長期休暇に入るから毎回ただ同然でくれるんす。でもそんなに食い切れないでしょ。なに言ってんすか。これっぽっちの量、近所の悪ガキどもに食わせたらあっちゅう間になくなるっすよ。ばあちゃんにもホリデーくらい腹いっぱい食わせてやらなきゃ。おっと、冷凍食品が溶けちまう。じゃ、また来年っす。それにしても、近所の悪ガキどもって。ラギー先輩の地元は貧しい暮らしをしている家庭が多いらしい。だから長期休暇のたびにたくさん食べ物を持って帰って近所の子供にも食わせてやってるんだと。ジャック、お前もなんで両手いっぱいに植木鉢抱えてんの。植木屋でも始める気？俺は趣味で育ててるサボテンだ。休暇中に水やりしなかったら枯れちまうだろう。って、俺のことはいいんだよ。ラギーのやつ、赤の他人に飯を分けてやろうなんて、意外といいやつなんだぞ。捕らえた獲物は弱者にも分け隔てなく与える。それがハイエナだ。ラギー先輩もそうやって育ってきたんだろう。ガキを何人も集めて炊き出しなんて考えただけでゾッとするぜ。一人いるだけでうるさくてかなわねってのに。あれ、レオナ先輩、ご実家には戻られないんですか。だったらよかったんだがな。帰らないと後からごちゃごちゃうるせえから帰る。はあ、めんどくせえ。でも手ぶらっすよね。ああ、財布とスマホがありゃいいだろう。私服は実家に置きっぱなしだし。こいつはこいつで極端なんだぞ。宿題すら持って帰らない開き直りっぷり。宿題なんか休みが明けてからやりゃいいんだよ。ホリデーは休むのが仕事だろ。じゃあな、草食動物ども。真面目にやりゃ何でもやれる実力がありながら、なんでやらねえんだあの人は。俺はきっちり終わらせてくるぜ。お前らもサボんじゃねえぞ。じゃあな。出た、真面目くん。はいはい、また来年な。キングスカラー先輩、あそこまで来ると逆に感心するものがあるな。こらこら、1年生たち、ああいう悪い先輩は見習っちゃダメだからね。宿題未提出なんて、うちの寮ならリドルに首をはねられるぞ。トレイ先輩、ケイト先輩。はあ、俺も実家に帰るのちょっと憂鬱。絶対姉ちゃんが二人とも帰ってきてるもん。ホリデー関係なくこき使われるよ。俺、トレイ君家にホームステイに行きたいな。構わないが、うちに来てもこき使うぞ。冬はケーキ屋が一番忙しい時期だからな。あ、そっか、ドレイくんちってケーキ屋さんだっけ。逃げ場がない、とほほ。
ローズハート寮長、道を塞いですみません。ん、ああ、お前たちか。まだ長話をするつもりなら壁際に避けるのだね。あれ、なんかあいつ元気がねえんだぞ。ああ、そっか、寮長は実家でえぐめの教育ママが待ち構えてるんだっけ。一時帰宅が憂鬱になるか。リドル、俺はお前の家に立ち入り禁止だから、ケーキを届けたりはしてやれないけど、いつでも店に遊びに来いよ。チェーニャも遊びに来るだろうし。そうだね、僕もお母様と少し話をしてみようと思う。聞いてもらえるかはわからないけど。そうか、頑張れ。なーに、金魚ちゃん、お家に帰りたくないの？なーに、金魚ちゃん、お家に帰りたくないの？だったら帰らなきゃいいのに。俺たちも帰らないしさ、一緒に学校に残ろうよ。お、突然なんだいフロイド。何も知らないくせに口を挟まないでくれないか。不愉快だ。そうですよ、ご家庭の事情にむやみに首を突っ込むものではありません。だってさ、ジェイド、いつも同じメンツで年越しすんのつまんないじゃん。アズールも金魚ちゃんなら小さいから飼っていいって言うと思うし。今なんとお言いだい。ハーツラビルの長たる僕によくもそんな口が聞けたものだね。今すぐ首をはねてやる。リードル君、ここで喧嘩はやばいって。落ち着けリドル、またあいつのペースにはまってるぞ。フロイド君たちの実家って確かサンゴの海だよね。なんで帰らないの？アズールと僕たち兄弟の故郷はサンゴの海の中でも北の方でして、この時期は海面が流氷で覆われるんです。そうそう、流氷があると帰んの大変なんだよね。あと帰ってもつまんないし、だから俺たち三人は氷が溶けた春休みに帰ることにしてんだ。海の下に実家があるっていうのもいろいろ大変なんだな。君たちと一緒に年越しだなんて絶対にごめんだね。僕はこれで失礼する。みんな良いホリデーを。やれやれ、少しいつもの調子に戻ったか。お前たち休暇中に羽目を外しすぎるなよ。それじゃ。さて、俺も帰りますか。あ、帰る前に記念に一枚。ハッシュタグ秋学期最終日、1年生と良いお年を。気が早い。んじゃ、みんなハッピーホリデー。
小エビちゃんとアザラシちゃんは学園に残るの？だったらオクタビネルに遊びに来なよ。遊んであげるからさ。それはいいアイディアだ。楽しいホリデーになりそうですね。いつでもお待ちしていますよ。では。あいつらの顔見ると、モストロラウンジでの過酷な労働が思い出されるんだぞ。確かに、あれは辛かったな。思い出させんなよ。さて、だいぶ生徒が少なくなってきたな。僕たちもそろそろ帰るとするか。そうね。そうだ、監督生。さっき学園長にスマホもらったなら、マジカメの ID 交換しとこうよ。連絡取れたらいろいろと便利だし。そうだな。僕とも交換しよう。よし、登録登録っと。冬休み中、寂しくなったら連絡してきてもいいぜ。出た、監督生のマジレス。冗談だっつーの。こいつのくだらない冗談はさておき、何かあったら遠慮なく連絡してこいよ。じゃあ、母さんが待ってるだろうから、僕ももう行く。監督生、グリム、良いホリデーを。じゃあ俺も行きますか。監督生、グリム、また来年な。いつも騒がしすぎて、うぜえと思ってたけど、いざいなくなってみると。あいつら本当に毎日うるせえってことがよくわかるんだぞ。雪が積もってるんだぞ。木の妖精ってやつらも震えてるかもしんねえな。薪を持ってってやるか。ついでにキッチンに何か食い物がないか漁ってやるぞ。ランバラン。寒かった。肉球が氷みてえに冷てえんだぞ。早く持ってきた薪を暖炉に入れてくれ。こっちが暖炉に住み着いてる火の妖精か。そばによると毛皮の芯まで温まるんだぞ。ん？なんだ？薪の燃える音に混じって軽快な包丁のリズムと肉の焼けるジューシーな音が。さらにスパイシーでいて食欲を刺激する異国の香りが漂ってきたんだぞ。キッチンの方からだ。行ってみようぜ。
野菜に火を通し終わったら解凍してあった肉を茹でてくれ。油が温まったらナッツを入れるのを忘れるな。はい副寮長、スパイスの量なんですが大さじ1杯でいいでしょうか。寮長の好みはもう少し辛めだな。あと小さじ1杯足してくれ。なんだ、冬休みのはずなのに生徒がいっぱいいるんだぞ。ん？君たちは？ああ、マジフト大会前に怪我をした時、少し話をしたな。君たちは確かオンボロ寮の監督生とグリムだったか。物覚えがいいやつなんだぞ。お前の名前はジャミルだ。ジャミルバイパースカラビアの副寮長をしてる。俺は昔から人の顔と名前を覚えるのは得意でね。それに君らは入学以来とにかく目立つからな。この学園で君らの名前を知らない奴はいないんじゃないか。え、そうか俺様たちも名前が売れたもんなんだぞ。ところで君たちは冬休みなのになぜ学園に。俺様たちには帰れる実家なんかねえからな。それに学園長から暖炉の火の番という大役を任されてるんだぞ。俺様真面目で有能だからな、学園長に頼られるのも仕方ねえことなんだぞ。へえ、そうなのか。学園長にね。それは使えるかもしれないな。ん？なんか言ったか？あの学園長に認められるなんて君たちはすごいなと。お話し中すみません副寮長、野菜の下準備が終わったのですが。ああ、今行く。このスープうまそうだけど嗅いだことない匂いがするんだぞ。それはネッサの国の伝統的な家庭料理で。ああそうだ、ここで出会ったのも何かの縁。よければ君たちも食べていかないか。何？いいのか？ああ、もちろん。料理の完成まであと少しだ。君たちも手伝ってくれ。
よし、こんなものだな。お前たち、料理を寮へ。はっ！ところで、お前らこそなんで冬休み中なのに学園に残ってるんだぞ？それは…それについては、話すと少し長くなる。スカラビアは全員、寮長の命令で。帰りたくても帰れないというか。し、やめないかお前たち。元はといえば俺たちの責任だろ。さ、料理が冷めてしまう。早くスカラビアへ向かおう。スカラビアはいつでも夏のように暖かい。ちょっとした南国気分が味わえると思うぞ。やっほー、そんなの楽園なんだぞ。早く行こう。君たちが来てくれたら寮長も喜ぶだろう。来てくれるな。君を招待できてとても嬉しいよ。オンボロ寮の監督生。さあ行こう、スカラビアへ。ここがスカラビア寮か。本当にもわっと暑くて真夏みてえなんだぞ。冷えた体が温まるだろう。さあこっちだ。客人のお出ました。みな、歓迎の音楽を。にゃっはっは。俺様ほどの有名人ともなると、こんなに歓迎されちまうのか。さあ、冷める前にどんどん食べてくれ。いただきまーす。あんま。うまい。いっぱいに広がるスパイスの香り、あと引く辛さ、カリカリのナッツが乗った野菜の炒め物もうまいし、こっちの揚げまんじゅうみたいなのもうまい。肉料理とスープもあるぞ。まだまだたくさんあるから食べていってくれ。いろんな料理が食べられて本当に楽園なんだぞ。お前たち何を騒いでる？寮長。カリム。どういうことだジャミル、客を呼ぶなんて
俺は聞いてないぞ。カリム、これには訳が。なんか怖そうなやつが来た。客を呼ぶときは必ず先に報告しろと言ったはずだ。そうすればもっとすげえごちそうと音楽隊を用意できたのに。え？よう、二人さん、よく来たな。出迎えのパレードもなくて悪い。俺はスカラビアの領長、カリム・アルアジームだ。はじめまして、だよな。いいや、彼らとは初対面じゃない。お前は入学式でグリムに資料を焦がされたし、マジフト大会の前にも食堂で話をしたぞ。あれ、そうだったか。悪い悪い。俺、あんまり人の顔を覚えるの得意じゃねえんだよな。気を悪くしないでくれ。そんじゃ、改めまして、お前ら、これからよろしくな。今日の料理もうまそうだ。出来栄えはどうだ、ジャミル。いつも通りさ。どの大皿にも危ないものは入ってないから安心して食べていい。毒味も済んでる。な、毒味？カリムはネッサの国有数の大富豪の跡取りなんだ。命を狙われることも少なくないから毒味は必須でね。いつも大げさなんだよ、ジャミルは。食事に毒物混入なんて。4年前に20巻昏睡状態になったのを最後に、最近はパッタリなくなってるし。この4年はちゃんと毒味薬がついたから無事だっただけだ。お前に食わせる前に毒が盛られた料理は処理してる。つまりさっき俺様にいろいろ食べさせてたのは毒味だったってことか。そんなに心配しなくても、ジャミルが作った飯なら安心だ。ジャミルは絶対に俺に毒を盛ったりしない。ふん、何を当たり前のこと言ってるんだ。こいつらいいやつに見せかけて、今までで一番えげつねえやつらな気がしてきたんだぞ。そうだ、グリム、羊乳の青カビチーズはもう食べたか。クラッカーに乗せて食うとうまいんだぜ。は？青カビなんて食えるわけねえ。なんで口に入れてくんだ。そうかそうか、うまいか。もっとたくさん食えよ。食べ物も飲み物もじゃんじゃん持ってこい。音楽ももっと盛り上がっていこうぜ。今日は宴だ。もう食べられない。腹がはち切れそうなんだぞ。あのカリムってやつ、めちゃくちゃカビの乗ったクラッカーを食べさせてきやがる。出されたもんは全部食うのが俺様のポリシーだけど、それにしたって食わせすぎだぞ。おい、二人とも、おやつにしないか。アイスクリームがあるぜ。それともフルーツの盛り合わせがいいか。ピスタチオとアーモンドの焼き菓子もあるぞ。ジャミルに持ってこさせようか。いらねえ、もう一口たりとも入らねえんだぞ。
そうか、どれもうまいから食ってもらいたかったんだけどな。ま、俺たちはこの冬休みはずっと寮にいる予定だし、いつでも飯食いに来いよ。なあ、ジェミル。ああ、いつでも。なあ、この間寮対抗マジフト大会と期末テストがあっただろう。うちの寮どっちも順位が最下位になっちまってさ。うん。それで一年発起、寮生みんなで自主的に特訓しようぜってことになったんだ。マジフト大会ではスタートラインにすら立てなかったオンボロ寮からしてみたら羨ましい話なんだぞ。そっか、そりゃ残念だったな。この冬休み俺たちは毎日6時間勉強したり魔法の実技訓練をして過ごそうと思ってる。毎日6時間？それじゃあ学園で授業がある時と何も変わらねえんだぞ。ホリデーってのは休むもんだ。宿題なんか休みが明けてからやりゃいいんだよ。ってレオナは言ってたぞ。相変わらずだな、あの人は。ああ、でも言われてみれば確かにそうかもしれない。俺の父ちゃんも、学ぶときは真剣に学び、遊ぶときは思い切り遊べって言ってたし。レオナの言う通り、メリハリが大切かもな。よし、俺は決めたぜ、ジャミル。やっぱり休暇はちゃんと取るべきだ。寮生たちを明日実家に返してやろう。え？このことは寮生たちには夕食の席で話すことにする。ジャミル、みんなに欠席しないよう伝えておいてくれ。ああ、わかった。そうだ、お前たちにスカラビアを案内してやるよ。見せたいものがあるんだ。こら、カリム。寮生には勉強させておいて、お前が遊んでいたら示しがつかないだろう。せっかく客人が来てるんだ。今日はいいじゃないか。カリム。わかったよ。そう怒るなって。じゃ、防衛魔法の特訓をするか。試合は腹ごなしにもちょうどいい。おい、誰か相手をしてくれないか。はい、はい、寮長。準備はいいな。オッケー、すぐに積んでやるよ。いいでしょ。いいぜ。もう遅すぎる。どうぞ。トゥリア！かかってこい。ダッダッ。見てろ。それな。なるほど。邪魔もありでしょ。ゴリ押しだ。様子に。くらえ。
いただきますよ。行こうか。面白そうだ。無理するな。じっとしてろよ。頼んだぞ。忠告したぞ。よっ。見てろ。はいはい、しょうがねえな。はいよ。感謝しなよ。攻め時だ。お前退屈。それ。あるね。しっかりやれ。ほら。見せてやる。おっと、やりすぎ。どうかな。